リノイエ・タカシ3月28日から1978年2月18日は、日本の実業家、三菱製工株式会社元取締役会長、剣道藩士、リノイエ・リュウスケの次男として生まれる。1919年、東京帝国大学工学部機械科卒業後、三菱重工業に入社。1941年、 三菱重工業神戸造船所蔵機工作部長を務める。1950年、東日本重工業社長につき、1952年、三菱日本重工業株式会社取締役を経て、1955年に、三菱製工株式会社取締役会長兼、三菱日本重工業株式会社取締役に就任した。趣味は、剣道、洋曲。 打球。宗教は新修。長男、高信は、新田オピカは製造所社長、新田長蔵の次女、綾子と結婚した。歴代会長。www.mit-subishi-budo.com。2021年3月14日閲覧。大衆人事録。第14番近畿。中国、四国。 九州編国立国会図書館デジタルコレクションデシリットル .ndl.go.jp2021 年3月14日閲覧人事更新録第14番下引く国立国会図書館デジタルコレクションデシリットル .ndl.go.jp2021 年3月14日閲覧三菱工材株式会社有価証券報告書 三菱工材株式会社2021年3月15日閲覧ありがとうございます。